こんにちは、つもりです。腰痛を改善するために必要なことの入門編についてお伝えしていこうかなと思います。腰痛を改善するために、することといえば、まあ湿布やったり冷やしたり温めたり、あとはストレッチとかマッサージなんかを行いますよね。で、まあ、一番やっぱ効果的かなって、皆さんイメージつくのがストレッチとかマッサージですよね。で、腰痛を改善するっていう点、痛みを解消していく、ストレッチとかマッサージで何が起こってるのかを考えてみてほしいんですね。というのも、ストレッチとかマッサージっていうのは、こう硬くなった筋肉をちょっと伸ばして柔らかくするためのものですよね。で、例えば切り傷とかで手を怪我しましたよってなった時に、その周りの組織を、マッサージして、まあ傷口の痛みっていうのが減るかって言ったら、そうそう減りませんよね。ということは、痛みを解消するために体を柔らかくしても、意味がないんですね。まあでも実際ストレッチとかマッサージなんかの体を柔らかくする、筋肉を柔らかくするっていうことは、腰痛を改善するには一役買ってますよね。じゃあ何が起こっているのかっていうのを一つ考えてみてほしいところなんです。で、一つ考えれるのは、柔軟性を高めるっていうことは筋力をアップさせる一因にもなるんですね。どういうことかというと、筋肉っていうのは伸びた状態から縮むことで力を発揮します。だから筋肉が硬くなって縮んでいる状態からさらに力を込めて縮もうとすると、うまく力を発揮できないっていうことになるんですね。なぜなら伸びた状態からどれだけ縮むことができるかっていうのが力をどれだけ発揮できるかっていうことにつながるので、スタートが縮んでる状態やったらさらに縮むっていうのは筋肉にとってすごい負荷がかかるような状態になるんです。ということは、ストレッチとかマッサージによって柔らかくすることが腰痛を解消しているのではなくて、柔らかくすることによって力を発揮できるようになるから痛みが改善されていくと考えられますよね。ということは、そもそもの筋力、筋肉の量やったりとか質が低下している状態であれば、いくらストレッチやマッサージしたところで疲れやすいし痛みやすい筋肉になってしまっているという考えれますよね。腰痛を改善するっていう時のために、まあ確かに腰の筋肉を新たに鍛えるっていうのも一つ大事なんですけど、腰の筋肉をサポートする部分っていうのを使えるように思い出してもらう方が圧倒的に効果が出るのが早いです。じゃあ腰の筋肉をサポートする部分っていうのはどこかっていうと、お尻になります。そこでやってほしいことがあります。それはお尻を締めるということです。で、お尻を締めるっていうのは2種類あって、お尻の穴を締めるものとお尻の割れ目を締めるということなんですね。で、この違いに関してはイメージしにくいので割愛するんですけど、お尻の割れ目を締めることが非常に重要になります。でも、お尻の割れ目を締めるって言っても個人の感覚が左右するものなので、使えてない人ほど、腰痛を持っている人ほどお尻を締めるっていうことが案外できていなかったりするんですね。じゃあどうやってお尻を締めるかっていうことをお伝えしていきます。まず両足を揃えた状態で立ってみてください。で、体重を、そうですね、ちょっとつま先側に乗せてみてください。その状態からつま先が今揃っている状態だと思うので、そのつま先をぐーっと8の字に開いていってください。すると内ももとかお尻がキュッとこう締まるような力を使っている感覚が出ると思うんですよね。そ
その8の字の状態をぐーっと力を入れ続けるのをキープしてみてください。これでお尻が締まるはずなんですね。このお尻の締める動作を身につけておかないと、お尻を鍛えたりとかすることっていうのがなかなか難しくなるんですね。ぜひそのお尻を引き締める動作をやってみて、腰痛を改善してみてください。以上、つもりの体チャンネルより、つもりがお送りしました。それではまた。